3番、はい、東京都台東区入谷駅から徒歩2分にあるラーメン屋です。ビットっていう意味が、まあ、ちょっとって意味なんですけど、まあ、僕自身がラーメンを食べて、まあ、どんな時でもちょっと元気になったっていう経験があって、本当ラーメンって素晴らしいものだっていう思いがあったので、自分のラーメンを食べたお客様も、まあ、そうやって元気にちょっとでも元気になっていただきたいなと思い、まあ、そういう名前にしました。じゃあコンソメスープをベースに、まあ、醤油なら魚介だしと合わせたラーメンを提供しています。今これスープはこっちが海胆スープをまず炊いてっていう感じです、はい、乳化させてるスープですね。もみじと鹿の骨が入ってます。まあ、本当に炊いたスープを作るようなイメージなんですけど、まあ、味というよりゼラチン質だったり、まあ、濃度が欲しくて、まあ、まず最初のスープはこういう結構強火で炊いてる感じです、はい、もう濁らして濁らして、はい、でこっちの分量が今この今度は澄ます工程です。はい、先ほどのこの炊いたスープをまあ、コンソメの技法を使って、まあ、鹿肉、鶏肉、あと卵白、あと香味野菜で、まあ、済ましていくっていう、はい、スープですね。色が全然違いますね、はい、ありがとうございます。チャンシューはこれは煮豚、煮豚、はい、大体煮豚はどれぐらいの時間煮るんですか？2時間半ぐらいですかね。1時間パイタンに煮る、パイタンのスープ、スープに、はい、煮出してから味付けが1時間半ですね。これが3時間でやったらもう切れなくなるくらい崩れちゃう、柔らかくなりすぎちゃって、はいはい、向こうの包丁と技術だと切れなくなっちゃいました。爪を何加減で、そうですね、トッピングなんですけれども、はい、結構ラーメンっぽくないというか、すごくおしゃれなトッピングが多いんですけど、ちょっとご紹介いただいてもいいですか？はい、まず九条ネギ、その上に、千住ネギのみじん切りですね、はい、はセミドライトマト、甘みが出て美味しいです、はい、このブラックペッパーで、まあ、味付けしたエリンギ、はい、エリンギが乗るんですね、珍しい。あとはごぼうの煮付けです。ラーメンにごぼうって本当あんまり聞かないですよね。そうですね、まあ、最初はメンマ考えてましたけど、食感と、まあ、スープとの相性、うん、ちょっと麺までは違和感があったので、うん、ラーメンのトッピングを楽しんでもらいたい、うん、まあ、うん、本当ね、いっぱい食べてて、はい、食感も味もいろんなのが出てきて楽しいですよね。醤油の方は、まあ、ちゃんと麺を持ち上げてくれて、この色変わりますで、まあ、滑らかでちゃんと食感があるわがままな麺を作ってわがままな麺目標はまあいろいろあるんですけど、まずはやっぱりちょっとでも元気になるお客様をたくさん増やしたいっていう思いが、まあ、何年後かあの時
クラフトラーメンピットのラーメンを食べて元気になったよってお客様がいればいいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。応援してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。